はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安江でございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自助カードを配信していきます。この動画でね、僕みたいな血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、本題に入る前にね、こんなものをね、入手しました。不織布でございます。不織布ね、まあ、白いから何のこっちゃわからないと思いますけどね、これ不織布なんですよ。これがね、すごいことにね、マスクにも使われている素材なんですって。なので、まあ、これね、これ先日紹介してないですけども、初めて見せるんですけども、お話はしてるんですけども、ね、うちの姉ちゃんがね、作ってくれたね、マスクなんです。こうマスクね、マスク、これのね、これのね、中に入れるんですって、不織布ね。ちょっと開けてみましょうね。すごいですよ、ほんまに。もうこうやってティッシュのように出せるんです。ああ、繋がってるやんけ、めっちゃ。これね、ティッシュのようにだ、スッて取り出せるやつなんですよ。で、これを、まあ、2つ折り、まあ、4つ折りにしてもらったら、ちょっとかさばるかなって感じなんですけども、こう内側に入れて、当てると、より効果的っていう風に使えるんです。でこれ使い捨てマスクの中にも入れて使えるんでね、すごいね、衛生的なんです。これがね、でこのままも一応こう折ってね、前紹介したんですけども、ここを2つ折りにしてゴム通してホッチキスに留めてつけたら、これだけでもマスクになるんで、普通のマスクに使われてる素材と一緒なんで、不織布っていうのは。これをこうして、マスクに使います。すいません、いきなりちょっとアングルが変わっちゃったんですけども、ちょっとカメラの調子が悪くてね、すいません。すぐに戻りますので、で先ほどの話の続きなんですけどね、これがね、100枚入ってて、ね、600円です。送料はね、別にかかってしまうんですけどもね、お問い合わせはね、下の概要欄か僕のね、Twitter か Instagram で DM ください。何個欲しいとかね、もしね、運送会社の指定とかがありましたら、運送会社がここで送ってほしいっていうのがね、あればね、そこでできるだけそれで対応させてもらいたいなと思ってますんで。でもまあ、ぶっちゃけコンビニでスッと送れたら楽なんで、まあ、そんなね、相談とかもですね、この概要欄、下の概要欄の僕のインスタグラムか Facebook じゃないか、Twitter の DM でお願いします。はい、今日はね、まあ、昨日のお話の続きなんですけども、歯科ね、歯科に行ってきたお話です。歯医者ね、歯医者さんに行ってきたお話をします。まあ、昨日の歯科はね、虫歯の治療の続きをしに行ってもらったんですけど、行ってもらったんじゃない、僕は行ってきたんですけども、続きをしに、歯医者に行ってきたつもりだったんですけども、でもやっぱりね、その昨日の動画でもね、お話しした通りなんですけども、結局左奥歯のね、こっちの左奥歯の詰め物がね、ポロッと取れたところの修復で終わってしまいました。で僕の左奥歯っていうのはね、虫歯をこう削って消毒して、また蓋をして、でまた次の時行った時に蓋を開けて、で中を削って消毒をして、でまた蓋をしてとね、こう何回も何回も治療を繰り返さないといけない状況らしくてですね。でもまあ、その度に蓋をしてもらってるんですけども、その蓋というのがですね、粘土のように柔らかいもので、まあ、例えばご飯を食べたりとか歯磨きをしたりとかっていう風にしているとね、少しずつ少しずつ取れていってしまって、で最終的にはね、完全にね、取れてしまうんですよ。しかしね、今回はね、いつもよりもしっかりとした蓋をしてもらいました。なぜならですね、世間的に今コロナ問題じゃないですか。それがね、やっぱ影響してて、診察の期間、間ですね、間隔ですよ。僕が診察に行く、で、まあ、次の予約していくって、その次までの期間を開けないといけないというふうにね、上層部からね、言われたらしいんですよね、病院の先生がね。この歯医者のね、ドリルとかあるじゃないですか。そんな感じのその機械っていうのはね、結構その菌をね、撒き散らしたりするらしいんですよ。だから余計にそんな方針になったらしいですね。まあ他にも理由はあるんでしょうけども。ほんでね、今それの影響なんでしょうけども、その先生らも助手さんもですね、防護服みたいなのをね、着てね、併設されるのはね、まあ、ちょっと怖かったですね。でもね、防護服って言っても、透明のね、割烹着みたいなやつでね、なんか、サザエさんのお船さんとか着てるね、エプロンみたいなのあるじゃないですか、白い、こう、
っていう両手飛ぶやつね。あのスタップ細胞の尾形さんが着てたね、あの白いやつあるでしょ、白衣の代わりに着てた割烹着ね、あんな感じでこう両手をスッて通すやつで、まあ透明のやつなんですけども、それを着てましたね。まああの抗がん剤治療をされたことある方やったらね、わかると思うんですけども、点滴にね抗がん剤をこう刺すときに必ず着ないといけないやつなんですけどね、まあその病院の方針によっていっちゃうと思うんですけども、まあ、それを着てました。その時の、ね、映像をねちょっと自撮りしていたんでね、ちょっと見てください、どうぞ。うん、もっといる、もっといる、ま、寝てもらう、うん、寝てもらう、今の倍量さらにいる、うん、わざとね今カリブタなので青いやつ入ってますけど、うん、意図的なので、うん、固まるともうちょっとしっかりしたものになりますので、うん、はい、ありがとうございます。水色のやつ着てたでしょう、ね、抗がん剤の場合はですね、それに、ね、ゴーグルもしますね。ゴーグルない人はこの全部こうラップじゃないわ、下敷きみたいなので覆われてるようなやつをね顔につけてやるぐらいの、まあ、抗がん剤って結構それぐらい飛んだらね、あの体に影響があるもんなんでね、しっかり守らなあかんもんなんですけども、まあといった感じで病院にもその短いスパンで、ね、何回も受診できないので、今までみたいにね月に4回週に1回ぐらいのペースで行くことができなくなったので、その治療が済んだ後にね、先生がね、カリブタも前回よりもっとしっかりしたやつにしときますね、中に入れるお薬も長いこと効くやつにしときますね、ちょっと間が空くのでこれからはできるだけ治療をせなあかんところは1回で済むようにやっていきます、それで痛くないか様子を見ていきますねね、言われたんですけども、最初からやってよ、そうやって今年に入って何回切ってると思ってんのよ、今回で8回目やでってね、まあその心で思いながら帰ってきたんですけども、でもまあおかげさまでね、しっかりとした蓋をしてもらったので、きっと今晩の、ご飯はね、野菜スムージーにする前の野菜をこう茹でたやつを噛んで食べれると思います。まあ昨日はね帰ってきて速攻やったんで結局野菜スムージーを食べたんですけども、まあでもね今日は食べれるかもしれないということでね、まあそこはめっちゃ嬉しいですね。でもまあ他の歯はねまだ穴だらけなんで、軽くね穴僕がめっちゃ開いてるんで、軽くめっちゃってどういうことやねんな、複数ね開いてるところがあるんで、まあ、きっと今日の野菜の繊維が詰まるかもしれないので、まあそれはしゃあないと思ってるんですけども、でもまあ今日のね晩ご飯次第で、まあ今後の調理法をね考えていきます。まあ、といってもね、ブレンダーするかせえへんかの話なんですけども、でもまあそれをするかせえんかでね、全然食べてる気がね、違うんで、感じが全然違うんですよ。ね、まあ、ちょっと期待ね、してる自分がいます。まあ、そのコロナ問題でね、診察の間隔を空けるってこう言ってたじゃないですか。今日行って次はね、実はね、9月なんですよ。だからね、9月までの歯科の予約がね、ないんですよ。でもまあもちろんですけども、まあ、急を要する場合とか、めちゃくちゃ痛くなったなっていう時には、まあ、すぐ電話してくださいって言われたし、すぐ来てくださいって言われますし、まあ、それはね、構わないのですけども、まあね、一番はね、痛くないことがね、一番いいんで、まあほんまに痛くなかったら永遠に越したことないんでね、まあそう願っておきますけども。ほんでまあその次はね、こう9月なので、9月の末や、9月の末にね、予約を取って帰るじゃないですか。で、歯科を出て、会計窓口に行って会計を済ませて、帰ろうと思った時にですね、駐車券があらへんのですよ。これも皆さんも何回かは経験したことあると思うんですけども、あれめっちゃ焦りますよね。なんであんなに焦るんでしょうかね。こうね、また歯科に戻って受付に聞いてもね、ありませんって言われるしね、で総合受付のカウンターに聞いてもね、いやないです、届いてないですって言われるし、で落とし物センターっていうのがあるんで、そこに行っても今日はまだ来てないですねってこう言われてね、まあそんな状態やって、で、まあ、最後にでその落とし物センターの人にね、駐車券を管理している事務局の電話番号の紙があるんで、それをね渡してもらって、でそれ電話したんですよ。そしたらとりあえず紛失罪を払って出庫してくださいと言われて、まあ、出たんですよ。でね、この出庫する前の電話でね、こんなこと言われたんですよ。初回に限りなんですけども、病院にを外来されている外来受診されている患者様に限りですね、本来受けられるサービスの金額と差額分を患者様の口座に、銀行口座に送金いたしますと、返金いたしますと言われたんですよ。ほんでまあ僕は
それを聞いて、あ、そうなんや、まあ初回に限りやけどね、まあそのまあ、マックスした自分がしゃあないし、先にその紛失剤を払うのはちょっと痛いけど、まあとりあえず払って出ようと思って、で出て、ほんでまあ紛失剤を支払ったでしょ。でまたすぐにその路肩に止めて電話して、その手続きをね、電話で行いました。いや、ほんまに焦りましたわ、あれはね。びっくりしました。でも初回に限ってなんでね、これからはね絶対ね落とさないようにしようと思ってます。で僕がねその落としたかもってね思った記憶がねありそうなとこはですね、車を降りた駐車場なんですよ。その駐車場の敷地内におって、僕は多分そこで落としたようなと思ったんですよ。でちょうどね昨日も晴れてたんで、桜の木がねたくさんあってね、風に吹いててねめっちゃ綺麗やったんですよ。もうキラ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 ーってね桜がね散ってたんで、吹いてたんでね、んで慌ててですよ、ポケットからスマホ取り出してね、吹雪いてるからムービーにしようなんて思ってたらですね、その携帯を取り出した時に一緒に駐車券もポロってこう取れて、きっとね桜吹雪と一緒に飛んでいったいと思います。もう次から絶対ポケットに入れんと、お財布の中に入れるようにします。皆さんも気をつけてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますよう願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。